る。Hey guys, it's Yuko. 皆さんこんにちは、ゆうこです。私は1年間、イギリスの南西部エクセター大学で心理学を勉強していました。私自身初めての長期留学で友達ができるかなととても不安だったし、これから留学する皆さんも不安に思っていると思うのですが、帰る前にはクサンの国からのたくさんの友達ができました。今日は私がどんなところで留学していたのか紹介しつつ、友達の作り方を皆さんとシェアしたいと思います。それではレッツスタート。友達の作り方の前に、私がどんなところで留学していたのかまず紹介していきたいと思います。エクセター大学は J.K. ローリング、ハリーポッターで有名なあの方の母校としてとても有名で、サイコロジーの分野でもとっても有名な大学です。ワシントンシンガーという建物に来ました。この建物は嘆きのマートルのトイレがある建物です。行ってみよう。さあ階段を降りて、さあ出発。もうすでにハリーポッターみ、ポタミが出ておりますね。さあさあこの建物に入りますよ。スチューデントカードがないと入れないこともあるので気をつけて。さあトイレに着きました。入ってみましょう。ここがマートルのトイレですね。おいおい、手洗うとこだけめっちゃレトロやないかい。比較してみたら確かに似てるね。ちなみにエクセター大学にはダンブルドア先生のモデルになった教授もいるらしいんですよね。大学の外にもハリーポッターモデルの地はあります。ガンディストリートに来ました。このガンディストリートはダイアゴン横丁のモデルになったストリートです。おしゃれだよね。ちなみにこのストリートは私のお気に入りで、休日によく来ます。古着屋さんやカフェがあってとっても可愛いんです。こちらハリーポッターをモチーフにしたお店。すごい独特しいねさあ大学に戻りましょう。普段天気が悪いせいなのか、こういう天気がいい日にはみんな外に出て日向ぼっこをします。こちらフォーラムです。せっかくなのでフォーラムに入ってみましょう。カフェ発見、銀行発見、マーケットプレイス入ります。さあ日本の餅を見つけました。そして来た、辛ラーメン。アジア人留学生の味方、みんな食べてるよね。そしてちゃんと日本食もありますよ。寿司、おにぎり。お菓子が多い。お菓子が多いのは勉強の合間に学生たちが甘いものを食べたくなるからです。そしてなんと学校でお酒が買えてしまうんです。簡単に言うとタバコも買えてしまいます。なんということでしょう。正面に見えるのが図書館ですね。ゲートがまずかっこいいよね。図書館にはもう本当に毎日たくさんの人が押し寄せて、試験期間にね、私席取れたことないと思う。はい、これにてフォーラムの旅終了。ででーん、ここでエクセター豆知識。なんとこのエクセター大学、学部生だけで約2万人の人がいます。2万人。その中でも違う国から来た人が4000人います。なので5人に1人。そうだね。で、国際色が豊かな大学となっております。エクセターの紹介は一旦ここまでにして、ここからは友達作りについて話します。はっきり言って留学序盤は私には友達が全然いませんでした。当時の私は自分が英語すら喋れないアジア人だから、みんなが私と友達になりたいと思ってくれないのだと、自分に友達が少ないことを周りのせいばかりにしていました。そんな私に転機が訪れた。それは何かというと失恋です。その時この悲しい気持ちは全部エネルギーに変えてやろうということを決心して、ある2つのことを行いました。
まず一つ目がインスタグラムに自分のダンス動画をアップロードするということでした。ちょうどこんな感じで自分の部屋でダンスの振り付けを考えて8時間ぐらい撮り続けたんですね。次の日に学校であなたがこんなに踊れるなんて知らなかったよとか、インスタグラム見たよというように今まで話してこなかった人たちもこれを機に学校で話しかけてくれるようになりました。このように自分が周りと違うから自分を無理して変えるのではなくて、自分が今までやってきたことや好きなことは変わらず続けていい、ありのままでいていいということに気づきました。それが結果として友達が増えることにもつながったと思います。2つ目、私が2つ目に行ったことはササエティの活動に積極的に参加したということです。イギリスの大学ではサークルのことをササエティと呼びます。180以上のササエティが存在し、中にはハリーポッターのクイディッチのササエティなんてのも存在するんです。私が入っていたのは日本ササエティとあとダンスササエティです。ダンスササエティでのレッスンは毎回賑やかですごく楽しかったです。見てください、この盛り上がり、本当にみんな全力で叫んでいます。これはレッスン後のコーチのパフォーマンスですね。こんな感じでみんなでワイワイ楽しいレッスンが毎週続きました。そしてパフォーマンス後には靴を投げる、相撲の座布団投げを思い出させますが、こちらはリスペクトを意味しています。ダンスソサエティには1年に2回の発表会があります。発表会はシティセンターにある劇場貸し切って行われました。こうやってみんなで練習したり本番を迎えることで絆が深まりましたね。そしてなんと私ソロもらったんです。めちゃくちゃ嬉しかった。見てください、私のこの嬉しそうな顔、友達にたくさん見に来てもらいました。なんと最前列で振りを間違えるという大ミスを犯しました。恥ずかしかった。ダンスソサエティで唯一後悔しているのがスタッシュと呼ばれるソサエティごとのパーカーを手に入れなかったことです。日本ソサエティの分は手に入れたんですけど、こんな感じです。後ろにアタトロがいます。こちらのスタッシュとあとレギンスを合わせるのが大学生の基本コーデです。主に冬ですね。こんな感じです。学校にエクセターパーカーを着てくる人も多かったですね。こうしてソサエティでできた友達と私がどんなことをしていたかというと、時には散歩に出かけ、はい、はい、ガイズこんにちは、雪が降ったら雪で遊び、自然と戯れたりしました。テスト前にはスタディグループを組んで一緒に夜中から明け方まで勉強することもありました。はい、今はナティファさんと日本語の勉強しています。日本語が大好きです。大好き、ありがとう、頑張ろうね。ありがとうございます。こうしてみんなで試験期間をサバイブした後は夏休みがやってきます。6月から夏休みなんですよ。私はダンスの仲間と一緒にスペイン、バルセロナに行ってきました。見てください、サグラダファミリアです。超大きいですね。みんな渋い顔して写真撮るんですが、ところ構わずすぐに踊ってしまうんです。これはモダンアートのミュージアムの前です。こうやっていつでもどこでも踊ってしまう私のダンスの仲間たちが私は大好きです。はい、というわけで私の初めての動画いかがだったでしょうか。この動画で述べた通り、私は自分らしくいること、そしてソサエティの活動に参加することによって友達がたくさんできました。勉強難しいし、課題やテストで追われる毎日だったし、他にもきついなと思うこといろいろあったけれども、友達と支え合っていたからこそ乗り越えられた1年でした。これから留学される皆さん、不安なことは多いと思いますが、自分らしく生きるということを忘れずに頑張ってください。私も頑張ります。何か質問や相談がある方はコメント欄までお願いします。
この動画がいいと思った人はいいねボタンお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。